時間で54万冷静に黒いタイツ着てなかったただのヤバいやつだからやめとくわ。コナミの本社爆発させましょうか。あ、栗原さんそれはダメです。皆さんこんばんは。本日の本題に入らせていただく前に一つだけ言いたいことがある。今回の一郎いらないんだよね。いらないけど引くの。なんでかわかる。あまり強くないから。でも欲しいの。一郎持ってたいの。だから引く。本当に欲しいのは伊藤智人だから自チームヤクルトにしてます。よろしくお願いします。もう一発で終わろう。終わらない気がするな。あるんじゃない、いきなり。うわちょっと待って、もしかしたら今日一発で終わるかもしれない。にやけちゃってるけど、口角上がっちゃってるけど、もしかしたら一発で終わる。もうニヤニヤが止まらないんだけど、これもしかしたら終わるよ。高橋、今へ年商何体引くの。消息はいらない。消息と年商いらない。特に消息が一番いらない。消息スタートすごいなんか嫌な予感がする。一郎です、どうも。一郎さん来てくれてる。だいぶ細客だけど。軍資金どうぞ。3時間コース。いや3時間困る。え、ミキサーってあんの今。え、ミキサーあんじゃん。え、ミキサーあんの。神かよ。堂林、森、祖父江大輔、田中正義、また出た、伊藤、赤星、うわー、ナチュラルの堀。え、嬉しい。堀は結構嬉しい。一郎お願いします。え、もう S2 枚引いてる。普通に流れがいい。いや出ねえな。できる俺も3万で終わりたかった。あっさりと3時間コースとかさっき言ってるやついたけど、3時間って多分30万ぐらい飛ぶからね。いやーちょっと指名候補調子フィーバーしろよ。これワンリセット。これ調子くんフィーバー状態。こいつこう持っとくわ。あ、やばいかも。え、待って、しけすぎじゃない。クソだな。秒なんだけど。11分で3万。11分、クソゲーだ。3時間で54万。やめていい。鼻いきます。ねえ、ちょっとさ、一個言っていい？コナミ、鼻対策やめろ。完全に対策されてんの最近。鼻。鼻対策するな。対策されてるわ。え、対策されてる。おい、調子、ものすごく分かりやすい日本語で今から大事なことを言う。俺は自分が汗水流して稼いだ金をバカみたいに突っ込みたくねえんだ。次の10連で1の出せ、ボケ。 S 出せ。分かったか。出なかったらお前死ぬから。マジお前が今までしばかれたないことぐらい、もうボツコボツコにするからね。俺の目見ろてめえ、この野郎な。自分で見ろ自分は。お、やりゃできんじゃねえかてめえ。お前それできんだったらてめえ最初からやれよてめえ。それやれよてめえ、偉いじゃん。お前2枚引いてもいいんだぞ。お前2枚、お前やればで、やりゃできんじゃお前。これ最後、まずはソタに。まあいいよ、かぶってないしいいよ。で、年商はいらねっつってんだろてめえ。年商いらねっつ、ちょお前もう一回やれ今の。一回できた、二回目もできんだろお前。もう一回やれ今の。お前やだ、お前ここ締め上げて、お前の脳みそをもう吹き出させるから、お前頭頂部から。ちゃんとやれよ。お前ちゃんとやれよな。
お前ちゃんとやれよな。いいか、ちゃんとやれよ。お前やれるな。お前めちゃくちゃやれるじゃん。めちゃくちゃ偉いじゃん。お前やる気あるよこいつ。いやサゴマンさん15,800円、いらっしゃいませ。お久しぶりです。え、そんなお兄ちゃんに試してほしい。リーブ21、何言ってんだ。サゴマンさんナイス。今ねこっちこいつがねめちゃくちゃやってくれてるんですよ。こいつを脅すと出ます。 S 押すな。かぶってねえからいいけどさ、そんないらねえんだよな桑田さんも。もう一発いける？三連チャンいけない。ちなみにお前耳かっぽじって、お前耳かっぽじって聞け。いいか、調子聞け。いいか、今お前のことを1万1000人が見てる。お前が奇跡を起こしてる姿を見てる。お前三連発見してやれよ。お前一度が来ます。俺はみんなお前に期待してんだ。お前俺より人気者じゃねえかてめえ、この野郎。お前俺より人気者じゃねえかてめえ、これお前やったれ。お前三連発バカだれ。お前行くぜ、行け。お前いけるはずだ。どうだ。いや大丈夫、お前絶対いける。お前絶対いける。大丈夫、穴もしかしたら開いちゃうかもしれない。お前絶対いけるから大丈夫。いけ、やれる。あ、みんなどうする。こいつやるかやらないか。一回見逃す。一回処す。一発やる。アンケート取る。やるかやらないか。やるが 66% ぜ。おい調子、お前これ出なかったらお前やられる。お前これ出なかったらお前やられる。うん、ウェンデルケン、次だ。お前何、なるほどね、そういうことか。とりあえず引けじゃねえんだってめえ、この野郎。何がとりあえず引けだ、ボケ。お前とりあえず引け。じゃあてめえ金出せ、てめえ。おいてめえが金出せよ。じゃあお前のこの群衆全員殺すぞマジで。とりあえず引きながらお前の頭引きちぎるぞ。一旦キス。オッケー、じゃあキスするわ一回。ベロ中しといたわ。やば、もう6万飛んだ。6万グロ。30分で6万解けるゲームがあります。ほらこれで帰ってきたら早く行け。サゴマンさんもう全然引く。あ、もう今日最強だ。あ、俺今日無敵かも。はい、今日僕無敵です。今日余裕です。お前なんかいらねえんだもん今日。余裕だから。俺にはな、調子くんとかじゃなくてな、サゴマンさんがいるんだよ。フィーバーしよう。うわら、それだよそれ。鈴木、うわら、やった、一番欲しかった伊藤が来た。来た。超速はもういらない。超速はいらない。また消息。あ、これ思わせぶりだ。あ、うわー、あるよ。一応うんでてめえなんだよ。一番リアクション困る。じゃあ一回ミキサーいきますか。一発いきます。あらめ、一の声。レッツゴー、カモン。レッツゴー、カモン。9万です。50分で9万です。50分で9万円溶かせるゲームです。よろしくお願いします。
マジで出ねえ一郎が。出せ一郎。いやお前冷静に、黒いタイツ着てなかったただのヤバいやつだからやめとくわ。今自分の顔見ても引いたもん。どうも不潔です。声の調子がですね少し悪いんですけれどもこの演出はなんか変ですね。本当に出る気ありますか。本当に喉が死ぬ。栗原いねえのか。栗原、栗原呼ばれました。サゴマンさんに。皆さん、ちょっと私だけの力では不可思議な謎解けないようなので、ちょっと私の知人に電話してみたいと思います。もしもし栗原さん。どうも栗原です。プロスピのガチャを回してるんですけども、イチローさんが出ないんですよね。なんか変なんですよ。そんなゲームやめちゃえばいいんですよ。やらなくていいんですよそんなゲーム。それかもう僕がコナミの本社爆発させましょうか。あ、栗原さんそれはダメです。声に張りがありますって。どこがだよ。俺マジでなんか底辺 YouTuber みたいな見たことしてる。うわ栗原。いや、これで一郎出す。一郎、一郎、一郎、一郎。あー、もう稲葉もいらん。サンタナ、岡島、大山、アドゥア、古賀、栗原、栗原自ら出てきたよ。一旦ちょっと待って、かぶりすぎだろ。一発いっていい。もう一回頼む、一郎。レッツゴー、カモンベビー。え、虹色。はい、すいませんでした。来た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 。一郎、一郎燃焼ぶっ飛ばすぞこいつマジで。おいこいつぶっ、ちょぶっ、ちょぶっ、ちょぶっ飛ばすぞ。頼む今度こそ一郎。自信、ええ何それ、え何それ、え、なにその S。 え、その S 何。ふざけんなよ。なんで毎回稲葉なんだよてめえこの野郎。本当に助けてもらいたい。本日この3万で一旦ラストにします。出なかった場合明日に持ち越し。やばい。ちょっと俺ちょっと本気出すわ。俺ちょっと本気出す。もうこれは絶対に一郎出す。2枚。パシャレ、パシャパシャ。うわあ、一郎やだ。あ、よっしゃ終わった。ということで皆さん無事一郎引きました。総額15万円ですね。以上です。お疲れ様でした。